次に、京都大学で現在取り組んでおります、オープンアクセス推進事業についてご説明します。本学の山際総長のもと、2015年6月に京都大学の、改革と将来構想、いわゆるウィンドウ構想というのが打ち出されました。その実現のため、第3期中に重点的に取り組む事業として、京都大学重点戦略アクションプランというのが、作成されています。で、その中の一つに、オープンアクセス推進事業というのが採択されております。で、この事業で取り組む、内容ですけども、大きく分けて5つありまして、これまでお話しした、論文の、オープンアクセスっていうことだけではなくて、基調資料のなどの一次資料の電子化だとか、研究データに関わること、それから図書館職員の育成、そういったことまで、含んでおります。で、どんなことを具体的にやってますかということで、一例をご紹介いたします。まずは、何はともあれ、リポジトリの登録促進ですね。リポジトリ登録システムだとか、リポジトリ本体の機能改善にも取り組んでおります。次にメタデータの充実です。既往や学位論文などについては、すでに DOI の付与を開始しておりますし、 ID に関連しまして、OKIT についても、ひとまず器として入力できるようにちょっと検討を開始しております。また、先ほど基調資料画像の電子化というところにも触れておりますが、その電子化した後の見せ方ですね、そういうところもどうやって効果的に見せるかっていうことも検討しております。で、現在デジタル画像の総合運用のための国際的なコンソーシアムですかね、それにインターナショナルイメージインターオペラビリティフレームワーク、略して TRIIF って読むんですけども、そういうのがあって、基調資料画像、この画像を見せの効果的な見せ方っていうのに役立つんではないかということで、参加への関心表明を示して、現在取り組んでいる最中です。はい、最後にまとめとしまして、今後の課題を挙げてみます。最初が、オープンアクセスへの理解促進。これは研究者、教員だけではなくて、これから論文を書いていく、ということになる学生さんも含めております。それから、図書館職員によるオープンアクセス支援の意識向上。次に、関係組織との共同連携。研究成果の公開っていう事業は図書館だけで取り組めるものではありませんので、URS だとかシステム部門との共同連携が必要だということです。最後に、人材養成ですね。今後は、論文だけではなくて、研究データの取り扱いについても携わることが想定されますので、それに見合った人材の養成が必要だということです。以上で、京都大学の取り組みの、について事例報告を終了いたします。ありがとうございました。